移動性高気圧を運んできます。で寒気は抜けていくんですけど、移動性高気圧のこと放射冷却がするので、朝晩中心に明日の方が寒くなります。ただその後また暖かくなるんですけどね。あの東京の気温の変化なんですけど、はい、土曜日日曜日はもう15、6度まで、昨日まで、で今日は最高気温が 10.8 度ですね。今結局11度ぐらいで、明日は最高気温9度、最低気温0度で平年をいずれも下回るそうなんですが、水曜日の朝まで寒いんですけど、その後はまた13度、14度、3月並みの暖かさになるそうです。で東京はそうは言っても朝はまだ多少冷えるんですけれども、大阪は朝の最低気温は5度、6度、7度。西日本はもう朝から暖かいです。季節進みますね。すいません、だいぶ春めいてくると思いますね。で日中もやっぱり16、7度まで上がりますから。西の中心にだいぶ暖かくなってきそうです。で東京は、最高気温13度ですけど、まあ、朝は若干冷えますので気をつけていただいて。宮田君、まだちょっと寒い日続きますよ。そうですね、体調管理しっかりしたいと思います。はい、どうもこんにちは。これね、なんだろう、これ東野幸治、古市憲寿氏のクラブハウスの振る舞いにへきへきとマウントの取り方がえげつないってやつなんですよ。トースポかな。要はクラブハウスって今話題じゃないですか、 SNS の。東野幸治さんが、クラブハウスを始めたと。でそれで一緒にやってるね、ワイドナショーで一緒に出てる人たちでよくやってる。だからヒロミさんとかね、あと三浦瑠麗ちゃんとかね、乙武さんとかね、あとまあもちろん古市さんですよ。でなんかそれの話をしてて、クラブハウスの中でヒエラルキーでいうと古市さんが一番上だそうです。その下が乙武さんぐらいかなと。でヒロミさん、海老蔵さん、三浦瑠麗さんで、じゃその下が天心木村とか東野さんだっていう、その序列がもうできて、偏差値の高い学校のいじめ子が古市さんだみたいな説明をしていると。で要するにこういろいろこういじってくるとか、マウント取ってくるって話をしてるんですね。まあ古市くんってあれじゃないですか、この前のシュガーでもいきなり入ってきたじゃないですか、佐藤健くんのところに。クラブハウスやんないの健くんみたいな話になって、健くん やりません遠慮しときますみたいな感じだったじゃないですか。で古市さんはね、もうね、もう一日ほとんどずっとクラブハウスやってるっていう状況だって。まあだからこういうことなんでしょうね。マウント取ってやってるって。で、なんか僕もクラブハウスって興味ちょっとあるんですよ。やってみたいなって。音声の SNS ですもんね。で、僕は音声系の SNS っていくつかアプリは落としてるんですよ。スプーンだったりとか。でもまだやったことなくて。YouTube もまあね、僕、ほとんど動画の動きなんてほとんどない、喋ってるだけなんで、似たようなもんじゃないですか。だからちょっとやってみたいなって気持ちはあるんだけど、ただ、クラブハウスって iOS じゃないですか。iPhone ですよね。使えるのが。で、僕は Android なんで、ハーウェイなんで、Android なんで、できないんですよ、今のところ。ただ、まあ、そのうちできるようになるのかな、なんて思ってるんですけど、まあ、それまでちょっと、まあ、様子を伺ってようかなって思うところがありつつ、ただ、今日の、またなんかねニュース見てると、著名人が続々開始クラブハウスっていうのがあって、やってる人たちを見るとね、とにかくうさんくさいなっていう感じなんですよ。まず幻冬舎のミノワでしょ、で YouTuber でヒカルでしょ、で宮迫さんでしょ、でテンチムでしょ。ハーチューってあれだ、AV 男優とね、シミケンと結婚したね、元電通かなんかの人ですよね、ハーチューがね。YouTuber がテンチムだ、テンチムとか、あと TKO 木下。で、メンタリストの大子でしょ、で、落合陽一でしょ、青汁王子でしょ、で、堀江門でしょ、で、ひろゆきでしょ、で、古市さんでしょ、で、三浦瑠麗、乙武、茂木、脳科学者茂木、で、与沢翼、ガクト、手押し、天皇陛下のヤシャゴの武田、とかね。まあ、あと、秋元康、吉田剛、アスカとかね、ZOZO 前澤とかね。ちょっとやってる人たちがね、もう、どう見てもうさんくさいなあっていうところがあるので、ね、なんかね、まあ、あとは、キングコングの西野さんが入って、キングコングの西野さんと、オリエンタルラジオのあっちゃんが入れば、もう完璧だと思うんですよね。
まあ入るでしょうね。入ってんのかもしれない。ちょっと考え物ですよねと思って。もうちょっとね、もう少しうさんくさくないくなってからアンドロイドに移行してきた。まあだから、みんなやっぱ iPhone なんだなと思いましたね。やっぱみんな iPhone 使ってるんだと。日本人は iPhone 多いって言いますよね。海外ってほとんど Android なんですけど、日本人はなぜかこう iPhone 進行みたいなところがね、あるみたいですけどね。だからまあ基本的にはみんな、皆さんこう、ね、うさんくさい人たちはみんな iPhone 持ってるみたいなところが。まあ僕も前うさんくさかったから iPhone だったかもしれない。もうでも iPhone やめちゃったんですよね、もうとっくにね。な感じだそうです。だから、クラブハウスはね、古市さんは今ハマってると。でも、たけるくんはやらないと。まあ、たけるくんがやらないのでは、まあ、たけるくんがやらないっていう意味もなんとなくわかりますけどね。な感じです。ではでは。